金富は価値ある資源、または物的な財産が豊富にあること、またはそのような資産を支配することである。そのような財産、または資源を豊富に持つ個人、コミュニティ、地域、または国は富んでいるとされる。富の概念は全ての経済学、特に開発経済学の領域で重要である。しかし、富の意味はコンテクストに依存し、明確な一般的合意は存在しない。 通常、経済学者は富を価値がある全てのものと定義し、それは、この観念の主観的な性質、及び、それが、固定的ない姿勢的な概念でないというイメージに、合致している。富の色い々ろいろな定義と概念は、色い々ろいろな個人によって、そして、異なるコンテクストで言及されている。富を定義することは、色い々ろいろな倫理的な願意を持つ、基範形成的なプロセスであり得る。 というのも、しばしば富の最大化が目標とみなされたり、それ自体が基本的な原則であると考えられたりするためである。正確なデータが利用できないものの、世界の全家庭の富の総計は2000年に125兆ドルと見積もられた。この富の90%は北、アメリカ、ヨーロッパと高所得のアジア諸国の人々によって生産される、そして成人の1%が、 世界の富の40%を持つと見積もられる。ドニーオーセンティック・デベロップメント、イズ・イン・サステナブル・ピアニッシモ、189から205イン、ビルディング・サステナブル・ササイアティス、デニス・パージス、エド、M.E. ・シャープ、ISBN1 から563247380、9兆7815億6324万7385、アンソニー・ T. ・クローンマン、 ウェルスマキシマゼーションアズエー、ノーマティブプリンシプル、ザ・ジャーナル・オブ・リーガル・スタディーズ、ボリューム級ジェームズ・ビー・デイビーズ、スザンナ・サンドストラム、アンソニー・シャーラックス、アンド・エドワード・エヌ・ボルフ、ザ・ワールド・ディストリビューション・オブ・ハウスホールド・ウェルス、UNU ワイダー。ありがとうございます。